雑な営業しないっていうのが一つありますと。だから現場には絶対、週3はいる方がいい。仕事には繋がらないし、その精神自体がもう多席なんで、誰かしらがいい仕事を持ってきてくれることは絶対にない。お疲れ様です。お疲れ様です。前回の続き。はい。前回解消前にやってはいけないこと、参戦お届けしましたけれども、アーロンパーク解消前ね。はい、そうです、はい、あれやっちゃいけないこと、はい、はい、今回は解消後ですね。はいはいはい、はい、今回も参戦で大丈夫ですか？参戦で大丈夫、いきますか？参戦、はい、ありがとうございますじゃあ、事業所解消後やっちゃいけないこと参戦、はい、発表まずどちらからいただきますか？やっぱ、あ、僕から。あ、じゃあ代表から。はい、絆や言うてタトゥー掘るっていうアーロンパーク、アーロンパークの話です。なし、なし、はい、冗談です。冗談、はい、解消後どうですかこれ言いながらどんな流れ一応伏線をずっと張ってる感じなんで、そうね、これまあ集客っていうフェーズ、解消後なんでね、集客っていうフェーズとか観点でお伝えすると、まあ、そのお客様とかでもいらっしゃるんですけど、雑な営業しないっていうのが一つありますと。へえ、ところですね。雑な営業って何を指してるかっていうと、例えば就労支援事業所をオープンしましたと DM 送ったりとか、営業電話するとか、アポなしで訪問するとか、いろいろ手段はいろいろあると思うんですけど、そこがどれぐらいこう丁寧かって大事だと思ってて、雑な営業っていうのは DM 送るだけとか、主力のファックス1枚飛ばすだけ、一通りやりましたとか、近く寄ったんで挨拶しに行く、何も持ってこずに挨拶だけして名刺を渡すとか、あるな、次のアクションむずいじゃないですか、はい、とか、空いたんでお願いしますって、そもそもこう目的設定されてなかったりとか、丁寧じゃないって思ってて、それをされた時にどう思うかってことまで考えると、営業するっていう、営業っていうのか挨拶っていうのか一旦置いといて、目的が設定されてないことをこう相手にこう押し付けちゃうというか、時間を奪うって、営業じゃなくても嫌ですよね。そうですね、そう、なんかそういうことを結構やっちゃってる方が多くて、へー、シンプルに相手がどう思うか考えた時に、事業所ができましたじゃなくて、一回時間もらって、僕らこういうことしてるんで一回ちょっと話聞いてくださいって、ちゃんと一件一件丁寧に回るとか、なんかそういうところをなんか考えていかないといけないんですけど、事業所作ったからとりあえずまあ一周回っとくかみたいな感じでされてる方多いかなって思って。雑っていうのはこの相手のことあんま考えてないというか、不親切なっていうイメージですかね。そうね、まあ本質的なところで言ったら不親切、相手のことを思ってない行動、営業の手法っていうのは、やるんやったらもうやらんぐらいの方がマシみたいなことがやっぱあるじゃないですか、てかまあ見てないし、僕らも見てないし、ファックス1枚無駄にすんなよっていうぐらいの嫌ですよね。確かに、バーって来ていけない、どの子も言われても伝わらないんで。確かに確かに、それはなんかするしないっていくと、しない方がいい。やるならしっかり目的意識を持って時間を使ってもらって、自社のサービスのこととか始めた経緯とかしっかり伝える、っていうのがやっぱその先、利用者さんだったりとか支援員のためやと思うんですよ。そこのアクションを丁寧にやらないといけないと思うので、雑な営業はやっちゃダメだと思います。確かに、なんかそれで言うと、僕営業やったんですよ最初、はい、営業マンね。福祉の知識浅いまま、はい、でも僕の武器って、兄が障害持ってるんでこの業界入りましたっていうのと、福祉の大学出てますって、これ武器やったんですよ。あ、確かに。だから語れる、未経験でも、でもそんな武器持ってない人多いと思うんですけど、結局この武器持ってても、いや福祉をこうしたいとか事業者こうしたいっていうこの思いっていうのは、実は聞く側、挨拶来られた側って5万と聞いてる、全然そんなみんな言ってるけどなってことを言ってるんですよ。で、知識がない、最低限の知識もなく思いだけで来てるから、また来たなっていう感じです。はいはいはい、まあ僕はそうなっちゃってたと思うんですけど、恥ずかしいなと思ってるんですよ。ああ、振り返るとね。そうです、そうです。なるほど。
あの人に会えないなみたいな、うんうんうん、それぐらい恥ずかしいなっていうような感じで雑な営業ですよね。それも最低限の基礎知識を持った上で自分たちの事業所本当にどうしたいかっていうこと、うんうん、ここがふわふわしてるからみんなそれっぽいこと言っちゃう。あー、なるほどですね。確かに。じゃあそのトーク内容雑さが反映されがちですね。結構もう早く出たいからなあ、来てる側がですか。あ、営業に。あ、営業に。だから1週間もこのトーク寝るとかないわな。はいはいはい、なさそう。時間はあるんやけど、はい、してない。でもめっちゃ変な話、結構詳しいお客さんに営業行ってるっていう話じゃないですか。うん、いや、そうですね、うん、ってなった時にあれ、この店より俺の方が詳しいかもって瞬間ってあるじゃないですか、うん、家電量販店とかありますね。なんかお店行った時とかに、そしたらしらけるもんなあ、そうやな、しかですね、新人かなみたいな、はい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 みたいな。確かに確かに、うん、まあそういう状態やな、なんか状況としては。そうそうそう、なんかちょっとこっちが詳しい領域のことで例えば何か言われた時とか携帯詳しいって、でもこうこうこうした方がいいですよって言ってるのが、いやそれは俺がその知識知らんかったらそっちの方がいいっていい契約取れるからそれ言ってるよなってこう見えちゃう時とかあるじゃないですか、うんうん、あるっすね。それの状態に近い感覚を福祉経験経営者の方とかから営業された時によく思いますよね。ああ、しかもそれは別にこっち言わないですもんね。ああ、言わないです言わないです。それって僕営業してる時に教わったんですよ、はい、失注した時にあお客さんこう言ってましたって上司に言ったら、それ福田くんのこと気使って本音言ってないでと、本当はもう契約する気ないっていうことを言いたいし、うんうん、君は知識ないから君から契約取りたくないってことを言いたいけど、うんうん、優しいし揉めたくないからそんな傷つけたくないから、あ今回はちょっとあの予算的にもう無理ですって言ってるだけやでみたいな、うんうん、はいはい、そうですね。まあ、なんかそれと一緒かなみたいな。その通りですね。まあ、日本人は何も言わず去っていくっていう文化がありますからね。その通りですね。気づいたら一人だけ怖い確かに。ってなったら解消したから営業するっていうのはなんか確かにそうなんですけど、じゃあ、まあ、ちょっと解消する前の話になっちゃうんですけど、前提基礎的な知識あるんかとかってやっとかなあかん、うん、なるほどっていう感じですよね。なるほどね、はい、これ一つ目ですね。一つ目、はい、二つ目いかがですか。二つ目は、まあ、経営者として言いましょう。経営者として現場からすぐ離れる、これやっちゃダメね。へえ、うん、これは僕もまだ現場にいるぐらいやから、今9年やってますわ、うん、10年目突入するけどまだ現場いますわ、うん、現場にいるってことは一次情報一番詰まってる、今後どうしていくかもそうやし、ノウハウも詰まってる、うん、最初から手放しでやるっていうのはまず組織が成り立たないから絶対追ってほしいんですけど、ある程度分かったら社長抜けおるんですわ、うん、でこれまず人員配置入ってるから現場におろすけど、うん、ある程度分かったら抜けて任せてどないなってるみたいな進捗だけ聞くんですけど、こっからの指示って全然クリティカルじゃないですよ、うん、社長何にも分かってないみたいな。だから組織がうまく稼働しないですよ結局は。だから現場には絶対、週3はいる方がいい。週3半分ですよね。じゃあそうですそうです。そうじゃないとマネジメントもできないし、自分が、まあ、利用者さんの対応したとしても本当に薄い一定の知識で止まっちゃってて、うん、アップデートされない、うん、なあ、まあ確かにそうですね。いつも言ってること社長一緒なんですよ、うんうん、確かに何にも伝われん一辺倒ってやつですね。そう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 、そんな社長だらけ。あ、はい、一方でその現場にいるっていうことをちゃんと明確に定義付けするなら、どのレベルの仕事を現場でするのみたいな話になると思うんですけど、うんうん、現場で一緒に内職してます、はい、っていう社長いるじゃないですか、はい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 、第一線で、うんうん、まあ、第一線と呼ぶのかわからないですけど、うんうん、足並み揃えて、うんうん、一緒に汗かいて、うん、仕事行って帰ってくる、うん、がっつり現場もあれば、はいはい、また違う現場 の、はい、あの見方というか、はいはい、あると思う。その辺ってどん今のどの温度感の話、がっつり現場で、はい、当てにされたらもう抜けれんくなるから、最初はがっつり現場でいいけど、うん、抜けることを想定してがっつり現場を体験しつつですね、うん、ここはもうずっといる必要はない。で、現場に行って何をするわけでもないけど、空気感とか
何かトラブルが起こった時にどういう感じの対応をしてるかってことを見るっていうのがすごく大事。なるほど。また就職したい人、例えばうちは就職者バンバン出てますけど、まあ、例えば岡地が就職したい人うちいませんみたいな、はい、僕が現場にいなかったらそうかってなるわけですよ。そうですね、でも誰々さんか誰々さんとか若いんやから、いやそれしたいけど言わせてないだけじゃないとかって話ができるわけですね。確かに。だから現場を知らないとやっぱこう提案もできない、部下に対して。現場にいて観察するですね。なるほど。これめちゃめちゃ大事。へー、これみんなできないですよ。だから僕やってるんですよ。へえ、はい、これみんなできてないですよ。2回目これ何したらいいか分からんし、外出たいなとかってみんな思うんですよ。へえ、はい、だからできない。社長はこの現場で何してるんですか、こうそれで言うと。え、観察してるだけ。観察してるだけ。あ、ほんまにそれだけ。ほんまに。いやいや、なんかそうはいえ、そうとはいえ何かしてるじゃないですか。それはないですか。いやもう言語化できない波動を感じてる。レベル高い。でも大事なんですね、それが。まあ、なんていうかな、なんか顔色くらいな、何かあったんかなってちょっと思ってるとするじゃないですか。まあ、社員においても利用者さんにおいてもね、はい、で、その後ちょっとトラブル起きたりとかしたら、あ、やっぱりそうやったんやとかって思ったりとか、そうやってみんな気づいてたのとかって話できますし、そこは何か起こる前の状態を知っておく、起こった後の、対処法を見ておく、まあ、それすごくアップデートするために大事だと思うんですよ、観察としてね。何も起こらんかったら何も起こってないぞっていう話、良くないんちゃうかと、もっと動けよと。なるほど、はい、提案ができますね。でも確かに提案できますよ。なんか確かにそれってなんか言語でコミュニケーションする、でその言語の定義づけとか認識が全員バチッとはまってたら非言語とか波動みたいなのいらないと思うんですけど、非言語から物事始まってると思うんですよ。非言語を言語化してコミュニケーションを取って、そこにこうミスがとかラグがこう発生するみたいなところだと思うんで、その非言語を体感するっていうようなイメージですよね。ですね。なるほど。でそこにこう歪みとか違和感があるかどうかっていうところを言語化して言えるようになるかどうかっていうのは観察してるかどうかみたいな。なるほどですね。今の就職の話でもやっぱり現場離れてる社長の話この間聞きましたわ、はいはい、就職できる人おらんって実際に言ってました。40人ぐらいあるけど1人もおらんと。なわけ、はい、なわけそれ。提案内容として、僕が言ったのは、あ、それって聞き方多分悪くて、はい、就職したいってこんな感じで聞いてる、まあ面談、はいはい、まあ、相談室で聞いてる、はい、じゃなくて理想的な求人票、その人が求めてる就職先とか、まあ、こうなりたいっていう、まあ、理想の状態ゴールに近い求人票を例えば3枚持って、どうめっちゃよくなってる、3枚ぐらい見せると、そうなんです、ね、そのこう見せた後のアクションとして就職とかどう、チャレンジしてみたいって聞いてどうかっていうアクション、そしたら40人いたら10人はやりたいかもって思うじゃないですか。でもこれってずっと関わっとかんと分からんかったりとか、なんか感覚値の部分だったりとかやと思うんですけど、そこがリアルじゃなかったんで今の話は結構なるほどっていう。確かに、そこ現場感ないと難しいですよね、絶対に。そうそうそう、社長と、サビ感の人とのこのギャップって結構あるじゃないですか。ありますね。現場いない系社長とサビ感のこのギャップ、どっちも言語で言ってくるんですよね、でも違うんですよね、若干ずれてる、どっちかがストップかけちゃってとか、言語ができてない違和感が実際に数字に現れちゃってたりとかする。確かに現場にいるっていうのは大事ですね。大事ですね。現場から離れるがやっちゃダメ。そうです。まあ、多店舗展開したとしてもやっぱ定期的に回るとかさ、メガネ市場の社長って全国アンゲストのね、現場を見て、まあそれがいいかどうかって僕はいいと思ってるんですけど、そんなん仕事ならへんやんっていうタイプの社長もいるんですけど、それは組織出来上がってるっていう状態なんですよ。やれてるんですよ、まず。そうもなってないのに忙しい忙しいって、社長って忙しくないから。え、そうなんすか。はい、暇やから。いやいや、忙しいでしょ、社長は。いやいや、暇。え、ほら、みんな何してんねんって話になりますね。ですよ。確かに、はい、外出てる社長が多いですもんね、実際。外に出てるだけで。え、何してるんすかね。なあ、何してるのな。茶わし沸いてんから。まあ、いいことしてたら A 型も盛り上がってると思うんですけどね。あ、まあ、そうですね。何してないよな。そっか。
効果が出てないってことかもしれないですね。そうですね、はい、現場から離れちゃうダメね、はいはい、3つ目もさっきのちょっと連動してくるんですけど、交流会とか、おお、外に出ていろんな経営者とこう話したり、他業種の人といろいろ喋ったりとかっていうことを、まあフェーズにもよるけど結論しなくていいと思ってます。へー、交流会に逃げない。へえ、交流会って逃げなんですか。逃げですね。交流会は攻めやと思ったら逃げや。交流会ってなんで逃げかって思うかっていうと、まあ、僕の立場で言うのもちょっと恐縮な部分も当然あるんですけど、まあ、僕レベルの交流会も当然あるじゃないですか。経営者の方の交流会もまあいろいろあると思うんですけど、はい、結局集まってる理由って仕事紹介し合いたいだけなんですよ。もうこの時点で多席、あ、取っていける商材があるんやったらいいっすよ、はい、A 型の事業所、生産活動収入、例えば、うちやったら動画編集、はい、この案件を取ってくると、うん、そのために交流会参加する、これ攻め。ああ、うん、なるほどなるほど。名刺交換してさ、はい、あ、よろしくお願いします。お願いします。就労継続支援って言って、なんか障害者の方が、ね、こっちが他業種の人、これはもう意味ない。いや、そうなんですか。ゴミ箱っぽいやから。それって、はい、なんかいい仕事案件振ってこうへんかなっていう交流会だったりするから、はいはいはい、それはやってきた過去があるじゃないですか、はい、うちがやってきた交流会に参加した過去があって、あ、そういうことですか。結果それって商材も何もないんですよ、こっちは。なんかできる仕事ないですかみたいな。はいはいはい。人出せるんですけど、はい、清掃とかないですかとか、なんかそういう中途半端な営業しかできない状態で交流会に参加しても全く意味ないし、同業の方との交流会っていうのも意味ない。へえ。教わることない。え、そうなんですか。ないです。え、うん、それはあれですか、同業から教わっても意味ないし他業種とも意味ないしってなると、うん、参加するのがそもそも意味ない。意味ない。フェーズによるけど意味ないフェーズが結構長いと思う。事業所を立ち上げた後、ね、あ、最初の1年2年の間に異業種交流会とかいろんなとこ行きまくってて生産活動収入に比例してないんであれば意味ないですよね。あ、うん、まあそうですね。事業のための話やから、はいはい、友達と一緒に飲みに行くとか仲いいやつら同士で行くのは全然いいですよ、はいはいはい、事業にこうリターンがあるかっていう観点でいくと、うん、交流会とかそういう経営者同士の集まりとか同じようなレベル感の人とかと集まって何かするっていうのは仕事にはつながらないし、その精神自体がもう多席なんで、誰かしらがいい仕事を持ってきてくれることは絶対にない。なるほどな。今まで一回もないです。確かに。これ一回もない。やってきたから言えることですか。でもそうやって思ってた時期はあった、結構。へえ。何かこう外にヒントとか、そうそうそう、まあ、もちろん外にきっかけがあるんじゃないかと、これはまあ間違いないですよ、うん、さっき言ってた自分が何者かとかどういう、まあ、攻めのアイテムを持ってるかじゃないと話が進まない、うんうんうん、それが就労支援って何なのかっていうのと障害者の方っていうところのやっぱ何て言うんですか、柔道を浮かべてしまうとかね。確かにそうですね。だからやっぱ仕事を提供する側も難しいんですよ。うん、そうですね。僕らぐらいやったら若いのに偉いねとか、はい、いや障害持ってる人もう才能やもんな、おーみたいな、はいはい、人によります。でもそんな言わへんで、はい、そうなんですよねって言って終わりなんやけど、はい、次進まないね。あ、これが動画編集でこんだけ動画作れるんですよ、これ障害持ってる人がやれるんですよ、1本5000円で10分ぐらいでとか言ったら、え、そうなん、はい、ってなる。確かに。まあ普通に進むよな。うん、そこは武器がないとな。なるほどですね。まずはやっぱりこう武器を作るっていうことに注力した方がいいですね。なるほど。時間もったいないですね。じゃあもったいない。そうそうそう、ほんまにつながりなんて何の意味もない、初期の段階で。はいはいはい。別に助けてくれるわけでもないし、アドバイスも無料でするわけやから、ね、大した情報でもないし、なんとなく経営者とか、まあ、マネージャークラスが外に出るのはなんか認め合えるからとか承認されるから。え、そうなんですか。そんなことはしてるんですか。経営者のことまで僕は言えないんであれですけど、はい、マネージャークラスとかで外に出てるのは、まあ、承認されたいとかそっちの方が気持ちいいとか自分の自社でやらなあかんことから逃げてる瞬間っていうのは大いにあると思います。あ、いや、これは社内でのストレスをよそでなんとか解消しようとしてる感じですね。そうそう、それは悪いわけじゃないですけど、事業へのリターンがあるかっていうと観点でいくとあんまりないから、僕はもう最初 1,2 年ぐらいはもう
自社に集中した方がいい。へー。自分のところの生産活動収入とかどれぐらい高めれるかとかっていうところに集中した方がいいんじゃないかなとは思うんで、交流会行きまくってる人とかいるんですけど、まあまあ生産活動収入に紐付いてないパターンが多いから、なるほど。交流会で仕事なくて集まるやん、はい、ほな違う交流会があって、はい、その人たちがそっちにもおんねん。また会いましょう。分かってない人たちが結構集まってることはあるあるですね。へー。だからなんか取り扱う商材をコロコロ変えれる人とか、そうそう、事業の人とか、まあ向き不向きもあるっすよね。通信系、ウォーターサーバー系とか、はいはい、営業会社やったらコロコロ変えれるからいいし、はい、あとは、まあ、飲食店とかそういったもう全然宴会でっていうので、もう行けば行くほどやな。はいはいはい。でもやっぱり武器はねないとあかんから、うん、大木を切りに行きます。で、ボグ、はい、で、木刀を作る。なるほど。そっからやから、そこまで期間はちょっと耐えてほしいね。その木刀が 2C 向けの商材なのか 2B 向けの商材なのかとか、どんな感じで利益積み上げていくのかってところまで計算して、じゃあこれ持って行くわっていう状態で結果どうなのかっていう。なるほどですね。そしたらさ、え、キーやんみたいな。私すごい剣持ったやつおんの。はいはいはい、まあ、それそうやなって感じ。なるほどなるほど。でここで諦めるのか、バージョンアップさせるためになんかこう試行錯誤するのかっていう、うん、まあ、そこもやっぱ気づきがあるはずなんですけど、まあ、あんまりやっぱね会社当初は忙しいし、社内もそうですね。そこにやっぱ 外にヒントがあるようでうまく使い切れてない感じじゃないかな。なるほどですね。うん、なんかこういう生産活動がいいかなとか、丸々かける障害福祉とか、やっぱ前の動画かでも言ってたけど、やっぱ語り口になっちゃうんですよね。妄想しちゃう、これいけるかもって思って、まあ、楽しいですもんね、そういう話って。それがやっぱ楽しいけど、はい、そうね。でも愚直にやれることを探す、やる以上って感じ。そうですね、うんうん、外に答えは今んとこ多分ないですね、解消したタイミングで。なるほど、なるほど。はい、それが交流会にとかに行かない。うん、これ3つ目です。おお、はい、出ましたね、出ましたね。ありがとうございます。じゃあ解消前、解消後出たんで、はい、これで一旦のところは大丈夫ですね。みんな一旦これを見て守ってくれたら問題ないと思うんで、はい、ぜひ守ってほしいんですけど、守るやつは100人に1人、1000人に1人ぐらいですね。守るやつが1000人に1人な、はい、みんな守らない。でもこの6つ やめたら業績上がると思うんですよ。あ、そうですか。上がると思います。ああ、いや、じゃあめっちゃ大事。でもそんなめちゃくちゃ難しいこと言ってないですよね、3つと6つとも。うん、言ってない。やめることですし、ね、やれるけどやっちゃうことって感じですね。うん、ああ、そうですよね。うん、ああ、やったら勝てるんですね。はい、はい、ぜひ頑張ってほしいと思います。はい、参考になったら、いいねとチャンネル登録お願いします。お願いします。あざした。あざした。